第9試合、本日のメインイベント、クラッシュ最後のタイトルマッチ、クラッシュスーパーフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、174センチ、 60.0kg、 K1 ジム相模大野クレスト、 K1 甲子園2016アンダー60キロ王者、最強ユーマー。未来はすぐそこ、今日であると示すため、チャレンジャー最強ユーマ、18歳。赤コーナー174センチ、 60.0kg、 菅原道場、クラッシュスーパーフェザー級王者、島野このベルト、クラッシュは渡さないと、チャンピオン島野幸太郎、第7代王者、2度目の防衛戦です。クラッシュスーパーフェザー級60キロユニットのタイトルマッチ、3ラウンド延長1ラウンドが用意されています。 3.30 東京後楽園ホール、クラッシュナンバーシリーズ99。さあ放送席、石川直樹さん、山本裕也さん、長友春奈さん、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよ石川さん、この時がクラッシュ最後のナンバーシリーズがやってくるという大会で、最強が挑み、島野が守ろうとする戦い、部屋から入ってきます。島野、この最強選手はまだ7戦目ですけどね、まあそんなの関係ないですからね、理屈を超えた実力を持っているので、そうですね、カウンターが特に強く、そしてもう一発で倒せるというのも前回で証明しましたよね。そうですね、自分からもいけるし、天才的に合わせることもできるし、本当にお兄さんと、ね、似たファイトスタイル作れますからね、持ってますからね。セコンドにもその春馬選手ついていますけれどもね、春馬選手はフェザー級でタイトルをすでに獲得している。右のストレート、いやー左も強い、ディアさん反応してますね。今の10秒だけで3つぐらい合わせるカウンター出てますからね。いやこれゆうやさんがうなるのもよくわかります。最強兄弟も半端ないです。でも島野幸太郎に負けてほしくないですね。そうですか、すごい、絶対かっこいいし、人だもん。でもこれ顔面カットもありますね、この段階。左に出てくる。それでも長友さん、前に出てくるのが島野というチャンピオンなんですよね。そうですよね、防衛したことでさらに強くなった気がします。島野選手すごいいい目してますよね。いや全くそうですね、そして次へ次へというタイプではなく、この一戦勝ってという戦い方、生き方をここまで示してきました島野です。それが島野のクラッシュ。インタビューの言葉もすごくいいですよね。そうですね、すごくこう独特というか、心つかみますよね。ありきたりの言葉を使わないじゃないですよね、すごく自分の感覚を表現するのが上手ですね。うわ右フック最強、かぶせるようにしてきます。見えてるのかな、ちょっとゆうやさんそこ気になりますね。そうですね、まあ、最初よりは、ですね、見えてる気はするんですよね。ローもちょっと足が流れたりだけど、それが少なくなったんで、最強今までも軽く打ちながらやっぱ狙ってますね。軽く打ちながら出しながら狙うんで、相手がいらないことしたところでスコーンと狙ってますね。見てる以上に怖いですよ。これは完成度の高さ、もう言うまでもなさそうですね。右、もう一発ストレート、左もついてきます。ボディ打ち、島野今の左に返しましたからね。いやそれでも強い最強今。最強これギア自然に出てるんですよね、カウンターが上がってきましたね、また、さらにハイキックもあります。島野は愚直なまでにボディ打ち、ジャブもいいな今のは、全ていい。ストレート、これも当然、鼻血を見ています、チャンピオン島野。おい、これも速度があります。コンビネーションパンチは最強ユーマ。さあ戦略としては最強がこの辺りからもうダメージを与えてというパンチ蹴り見せたように見えました。第1ラウンド終了です。さあ迎え入れたのがお兄さんの春馬選手。
第1ラウンド石川さん、はい、どんな風に睨みましたか。もうあの全てあの島野選手の動きに合わせた動きを合わせた上で自分にとって有利な攻撃が出るっていう風になってるんで、これさらっと言ったんですけど、普通じゃできないことなんですよ。僕なんかすごいあの現役中どんどん自分から前に行っちゃうファイターだったんで、このスタイルは憧れます。後手にはそれでもならない、そうですね、うん、ただ後手になってるんじゃなくて相手に全て合わせた上で、はい、それで冷静じゃなきゃできないので、うんうん、すごく落ち着いた性格を持ってる、それこそ人間性ですよね、うん、それがリング上で出てるので、はい、いや今もほとんど表情変えません、恐るべき18歳チャレンジャー対して26歳無骨なチャンピオン。でも島野選手はね、はい、本当に出てきましたね島野。本当にこのクラッシュのベルトは大事なものなんだ、それでもチャレンジャーショップです。右のハイキックもここも鋭さこの上ありません。気持ちでそれをなんか破壊してくれる力を持ってるのが島野幸太郎の気がするんですよね。そうですね、何か期待させるファイターでもあるんですよね、左フック最強、下からの軌道すごいな。谷内から右ストレートチャンピオン。この辺りもいや長友さんの声も聞こえてきました。すごいですよ ね、もう、はい、スピードもそうですしパワーもありますし姿勢恐ろしい、うん、いいです ね最強には取材にも長友さん向かったんですよね。はい、そうなんです。本当こう試合見るとうわすごいなって思うんですけど、はい、高校での思い出なんですかって言ったら、バナナボートに乗ったことですっていう、そういうところも見れてちょっとほっとしたのを覚えてます。ちょっとこう表情も時折、はい、試合以外の時はあどけなさすら、でも右ストレート今は全く違います。このリング上右アッパー相手のタッシュ左フック、ストレートは右お互いです。こんな試合しボートが思い出なわけないじゃろ。ねえ、本当ホッとしましたもんすごい、ね、でもゆうやさんもこれこの試合がその思い出ひっくり返してこれになるっていう可能性ありますよね。そうですね、右でも島野の方もゆうやさんよくこれ打たれても打たれても前に出てきますね、ちょっと軽く蹴りも入れてもいいんじゃないんですかね。島野の方がそうですね、本当最近はもう本当超餌を撒いてガブってきたとこ狙ってるんですよ、ただ島野がそこでもうもっと深くガブっといける人間だと、はい、うん、いう試合をする人なんで、そうですね、ゆうや道場の山本直樹選手にも KO 勝ちして島野はそうですね、チャンピオンロードを突き進んだわけですよね。寸分ところでかわしカウンターを打ったところもう一個来ましたからね。そんなあるんだっていう選手ですから、狙えるかどうかっていう相手でもありますね。一瞬の隙を作ればそこを畳みかけれる選手なんですけど、この西京選手が一瞬の隙も見せないんですよね。ほとんどない、それからスピードですね最近、はい、ですね、必ずあの相手に合わせた動きをするので、はい、いい意味でですよね、相手に合わせて自分が有利なポジションにいて攻撃を出す、今のもですよね。よくあの、そうですね、線の後なんていうふうに線が先で、はい、後が後っていう表現がありますよね、はい、まずそうですね、まず出すんですよね。出したところで相手が入ってきたところを、はい、自分が動いて、いやここまで長友さんすごいですね最近の。そうですね、2ラウンド経っても全然変わらないっていう、おー、ハリックでも変わらない投手は島野も同じです。はい、そうですね、右をお互い打ち合って第2ラウンド終了。ちょっとチャンピオン首を振りました。最近はまあ1ラウンド目もありましたけど、同じシーンを作って同じことをやらないとやばかった時はもうそれをどん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 封印していって、まあ、倒そうとしてないですから支配して、もう勝つための試合に最初からしてますね。まあ、倒せたらいいなとは思ってます。お兄さんもそういうところちょっとありますよね。そうですね、なんかまあ聞こえ悪いかもしれない、安全運転ですね。だからそうなんですよね、勝たないとダメなんで、はい、いくら壊すたの倒すたの言ったって負けちゃ意味がないんで、優先順位がもらわない勝つっていうことにおいてるんで、僕は好きな選手ですね。ただし島野に負けてほしくない。そうでしょうね、ああ菅原道場、菅原会長の声にこのまっすぐな眼差しで応えています。いやこの本当にパーフェクトな技術、ファイトスタイルを持った最強選手というチャレンジャーを、このね島野幸太郎が
この最終ラウンドのねフラッシュのチャンピオンで、ね、こうなんだっていうのを見せてくれることを期待したいですね。そうですね、はい、次回からは K-1 クラッシュファイトに進化します。クラッシュとして最後のタイトルマッチ、赤いグローブ島野がボディをどついていく、さらに位置を譲らない、フックの打ち合い、青いグローブ最強ユーマは18歳のチャレンジャー、リーダーさん打ち抜いた、うわ全然力入ってないような合わせなのに、なのに効く、もうね、1、2ラウンドのダメージも若干あるんだとは思うんですけど、的確に打ち抜いたんですね。ここもガードの後、相手の攻撃も見ながらです。ゆうやさん、島野はこれを壊すには何でしょう、はい、なんか縦ガードなんでアッパー混ぜたらいいですけどね、ただ、うん、最近今相手ミドルも混ぜてくるし、なんとも無理だ、なるほどね、ディフェンスからしっかりこれなら当たる、これなら当たるかもっていうのだけ返して、いらないことしないですもん。ちょっと長友さん、これ冷静に作戦遂行するちょっとマシーンとかしているようでもありますね。そうですよね、いやもうちょっと目が離せないですね、息が詰まる、はい、最近の子みたいな試合しますよね、なんかね、悪いんじゃないですよもちろん、でもクラッシュという文字が刻まれていることは間違いない、そうですね、本当に、世代関係なく壊し合いもそのクラッシュのこのパー、アッパー出た、お互いアッパー欲しい、最高のテクニシャンのクラッシャーでもある最強、耐えて耐えて返していく島野、蹴りもくるわありますね、蹴りで返す島野、狙いがいい、島野もいい、残りはあと1分20秒となっています。島野のダメージあるけどね、ちゃんと前行ってますよね、必ず、こじ開けられてますよね、ダメージ効いた、効いたんじゃないか、ボディが効いた、ボディが効いた、ボディが効いた、効いた、あと57秒、すごいボディが効いた、あーでも逃げ方してる、この効いてますね、島野の追い込み、さらに最強苦しくなった、すごい交代しています、うわ最強も頑張れ、18歳ほぼパーフェクトなチャレンジ来たすかね、ここで、それをこれまで打ち続けてきた、うわ今打たんとでもダメだ、テクニック言われて逃げる、ゆうやさんボディですか、当てさせてくれない、原じゃもう倒れん、倒れない、倒れない原効かして香りかんといけんですね、ハラじゃもう倒れんと思う、クラッシュはあと27秒、うわ膝もいい、その世代の代表島野幸太郎、最新は最強ユーマーだ、真っ赤この神、新たなクラッシャー最強ユーマー、 K-1 クラッシュファイト、クラッシュからの進化見せつけた、すごい試合、試合終了、判定に入ります、戦いは終わりました。放送席は石川さん、ゆうやさん、長友さんともにため息、いやすごい最後ラスト30秒でした ね、あそこで効かせる島野選手もすごいし、はい、ただ逃げ回ってただけじゃないですからね、最強選手はちゃんとダッと取りましたからね、ってことなんですよね、うん、なんともこれで合計2度のダウンを最強が奪いました。いやダウン取られそうなところから取り返したっていうのは、しかもボディですからね、聞いてたの、そうでしたね、お待たせしました、そして勝敗は下されます、判定結果をお知らせいたします、ジャッジ豊永29対26、青最強3ポイント差、ジャッジ西村、そして30対26、4ポイント差、ジャッジニューチャンピオン誕生、青最強3対0、3対0をもちまして勝者はコーナー、クラッシュから K-1 クラッシュファイトへ、クラッシュ王者の象徴でもあるような島野幸太郎を下しました。新世代最新世代18歳、最強ユーマ、高校生チャンピオンの念願成就です。ゆうやさん、はい、今のお気持ち聞かせてください。気持ちか、ありきたりず勝ち負けじゃないことはないんですけど、最後にすごい試合をやっぱする男たちでした ね、すごい作品だったなと本当に興奮した、帝王じゃなかったんですけどね、
なんかやっぱりこの試合の中のメインはこれでしたね。今日のメインはこれだった。そうですね、判定でもということになってくるんですね。これだけ密度が濃ければ。すごいね、2人とも。うわ、まあでも本当高校生の中でね、はい、チャンピオンになるって言って高校時代にか、ねね、なりましたね、有言実行だ。いやまた石川さん、はい、周囲からはまだ早いんじゃないかなんていう声もありながらですがね、僕はそんなことないと思ってたんで、はい、でもここまで、そうですね、島野幸太郎を苦しめてというかですね、チャンピオンになるんですね、はい、ここまでとは思わなかったです。長友さん、はい、お兄さんの春馬選手はフェザー級で19歳でクラッシュのチャンピオンになりました、はい、それ年齢的には超えましたね。そうですね、本当に高校生チャンピオン達成して、はい、もうクラッシュファイナルで本当にファイナルの試合でこの、まあ、壊し合いというか殴り合いで、すごい試合だったなと思います。ね、そのお兄さんが今グローブを外しています。またクレストにベルトが増えましたね。そういうことですね。それではこれより表彰式を行います。チャンピオンベルトがやってまいります。チャンピオンベルトが贈られます。トランクスのデザイン同様、金に輝くベルト、兄弟でのクラッシュ王座制覇ということになりました。中村プロデューサーからそれが手渡されます。あーすごい、ほんまにチャンピオンだった。リアさん、でも本当にすごいっていう言葉ぴったりきますよね。ボディが効いて、ここでもすごいディフェンス能力があるんで、やっぱああいうことができるんですよね。ちゃんと挽回して、もうディフェンスが見せれる選手ですね。数少ない最強の存在ですね。そうですね、カウンターファイターでもお客さんを見せれる、本当にすごい技術でお客さんを納得させることができるので、はい、うん、また違うレベルのプロですよね。続きまして第8代クラッシュスーパーフェザー級チャンピオンに輝きました最強ユーマ。これで60キロリミットてっぺんの男になっています。それでは見事勝利し、第8代クラッシュスーパーフェザー級王者となりました。7戦6勝1敗2つの KO 勝ち、レオナ・ポタス戦判定負けから再起しての大感激です。どうこんばんは、今日は応援ありがとうございました。そうですね、まあ、K-1 甲子園優勝してからずっと高校生のうちにチャンピオンになりたいって言ってたんで、まあ、まだこれからなんですけど、とりあえず、チャンピオンになれて嬉しいです。あと島野選手ありがとうございました。そうですね、まあ、とりあえずクラッシュ取ったんで、まあ、これからもっとやっていかなくちゃ相手もいっぱいいるんで、これからもっと精一杯頑張るんで、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね、まあ、戦々から実力ある選手だと思ってたんですけど、やっぱやってみて最強選手、すごいテクニックのある相手で、まあ、今回完敗だなっていう感じです。対戦相手の、最強選手、印象をお願いいたします。印象はもうテクニックがすごく高いレベルの選手だなっていうのを感じました。やっぱ駆け引きしてて、自分の技術に対して動くまでのスピードだったりとか、動くべき動きを、瞬時に行う反射の速さとか、そういったものを技術以上に、技術と試合をしててすごく感じました。まあ、そうですね、ちょっと負けたことに対してはちょっと言葉にならない思いですけど、本当に今回最後のクラッシュ勝ってしめて、自分の近くにいる人たちに気持ちを伝えたかったんで、まず
まあ悔しい結果ですけど、まあ、周りの人にしっかり今の結果を受け止めた上で自分の気持ちを伝えて、まあ、今回の負けっていうものをしっかり受け止めたいと思います。そうですね、ちょっとカウンターというか佐京選手すごく、まあ、スピードもあってカウンターの上手な選手っていうのもあって少し警戒しすぎて、まあ、自分の動きが硬くなってしまったかなっていうのを思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まずは試合を終えての率直な感想をお願いします。はい、そう、この試合決まってから今までよりずっと長く一生懸命練習してきたんで、まあ、それが島野選手だったからこそできたんで感謝します。それでは対戦相手の島野選手の印象をお願いします。はい、そうですね、まあ、今まで試合やる前からずっとタフでスタミナもあってってイメージあって、で実際今回拳を合わせてみたんですけど本当その通りで、まあ、3ラウンド目ちょっとボディ効いちゃったんですけど、まあそうですね、みんなの応援があったんで頑張りました。それでは今後の目標、抱負をお願いいたします。はい、これからはそうですね、もっとリベンジしていく選手もいて、まあ、そこからどんどん強敵倒して、まあ、K-1 で早く戦いたいです。はい、島野選手、まだ何が起こるかわからないというか、はい、そういう感じがあったと思うんですけど、はい、でどうでした？そうですね、1ラウンド目、まあ、取った感触あったんですけど、島野選手本当にスタミナあって落ちないイメージあったんで、まあ、しっかり2ラウンド目も3ラウンド目もしっかり集中して戦いました。3ラウンドの腹は、はい、蓄積ですか？いや、もうちょっと疲れたっていうのはあったんですけど、多分ドンピシャで入ってたんですけど、そうですね、やっぱみんなの応援があったんで、あそこは踏まれることができました。その他の方いらっしゃいませんか？いらっしゃらないようであればインタビューを終わらせていただきます。そうですね、まあ4戦目で負けたあるような選手もやりたいんですけど、そうですね、強敵とどんどんやっていきたい気持ちです。ありがとうございます。